ではサブストーリーやっていきますかね。おっ、たちゃんか、おみやさん、うちはつけはいかんがね。やまいったな、もうそれより店長、どうしたのその子、なんか揉めてたみたいだけど。この子、うちで働かせてって言っとるんだけど、まだ17歳だでよ。もういいです、それじゃ。どうしたの今の子、どういう事情？親父さんの借金を返したいんだと、ほんで風俗で働きたい言うとったわ。なるほど、それじゃこの店断られたとなるとまた違う風俗店探すのかな。まあでも18歳未満じゃどこも雇わんだろうね。合法的な店ならね、だからむしろ変なやつにつけ込まれないといいけど。ちょっと心配だがね、たっちゃんどうせ暇なんでしょ、様子見てきてやってくれんかね。あの子無料案内所の方へ走ってたみたいだわ。よろしく言っといて、18になったらして雇ってあげられるでよ。あと1年な、早かったっていうか、まあでもやっぱ体を売ることって稼ぐ意味ではいいんだろうね。あ、いたあの子か。ハワイアンパブで働こうとしてた子だったな。ん？何か用ですか？まあね、君ハワイアンパブの店長に雇ってくださいって言ってたでしょ。え、それじゃもしかして雇ってくれるんですか？いや、そうじゃなくてね、君みたいな子供がそういうとこで働きたいって言ってるのが心配できたんだ。そんなの別に心配してくれなくていいです。赤の他人じゃないですか。そりゃそうなんだけどさ、君は親父さんの借金を返したいんだってね。でもそこまでやんなきゃなんないの？父には昔ずいぶん迷惑かけましたから。だから少し私が風俗で我慢すれば返せる額ですし、早く楽させてあげたいんです。このままだと父はまだ何年も借金を返し続けなきゃいけません。でも私が風俗に行けば1年で返せるんです。俺が君のお父さんだったらそんなこと許さないだろうね。娘にそんなことさせるくらいなら死ぬまで借金で苦労した方が全然マシだ。もちろん父には言いません。でも父が借金で苦しんでるのは私が小さい子をずっと病弱だったせいなんです。それなりに覚悟は決めてるってことか。でも君、風俗って何するとこか本当に分かってるの？自分なりにいろいろ調べました。だから分かってるつもりです。調べたってネットか何かで、ね、まあそれくらいしかないだろうけどね。何が言いたいんですか？隠してたわけじゃないけど、俺風俗ライターでさ、だからいわゆる風俗嬢って人たちいっぱい知ってるんだ。それでも君みたいな綺麗な動機で風俗やってる子は見たことがないな。確かに中には軽い気持ちを始める子もいるけど、大半の人たちは生きるか死ぬかの瀬戸際で風俗の世界に入ることを決断したんだよ。エッチが好きだからとか遊び感覚で稼いでますとか、あんなの嘘だぜ。本心からそんなこと言ってる人なんていない。もし君がそういうのを見て自分にもできると思ったなら必ず後悔する。その時はもう多くのものをなくした後だよ。それでも私は少しでも父を楽にしてあげたいんです。お父さんは君を守るために苦労してるんだろう。なのに君は風俗で自分を傷つけてお父さんの苦労を台無しにしようとしてる。君はそこまで分かった上でまだ風俗で働きたいと言えるのかい？こんな俺がいても響かないだろうけどさ、もっと自分を大事にした方がいいって。君はまだ子供で何も分かっちゃいないんだ。あー、やばい、やばい人が来たよ。何、そりゃこっちのセリフだろうよ。お前ミサちゃんの何なんだ？あ、そうか、お前ら借金取りだな。そんな子供から親の借金取り立ててんのかよ。この子風俗に勤めようとしてたんだぞ。ミサちゃん、風俗の店決まった？17歳って言ったら断られました。そうなると思って代わりの仕事見つけといて。ちょっとしんどいけど、ヘルスより全然稼げっから。いえ、もういいんです、おじさん、私のことなら大丈夫だから。よすんだ、今のはまだ後戻りできる。どうする、品田さん。おじさん、私やっぱり。ミサちゃん、さっき言われた通り、俺は赤の他人だよ。君らのことに首を突っ込む筋合いの人間ではない。だから俺には君の一言が必要なの。たった一言でいい。そう、助けてって言え。さあ、ボコボコにしましょう。あ、分かった、もう勘弁してくれ。お、なんかいい、なにこれ。あ、素材か、素材ならいいや。はいはいはい。おじさん、
私怖かった。そりゃそうだよ、あのままついてたら何やらされてたか分かったもんじゃないよ。俺もこんな仕事だからさ、風俗で働くのが悪いことだとは言わないけど、捨て鉢になるのだけはやめてほしいんだ。いやでもあれだな、俺なんか言っても説得力ないか、うん、私も少しお父さんと地道に頑張ってみる。よかったよかった、若い子を救ったぞ、高校生の。あ、ちょっとお前もしかしてタツオじゃないか。俺だ、瀬戸だよ、ワイバーンズスカウトの。え、瀬戸さん、わ、ずいぶん受けたね。ふ、十何年ぶりだってのに、他に言い方ないのか、久しぶりだな、達夫。瀬戸さんこそ、今もまだスカウトやってんですか。あんな、これからちょっとドラフトで1位指名したルーキーと会うところなんだ。あ、確か、倉科くんでしたっけ、夏の甲子園のヒーロー投手だ。そうだ、今年は苦人は良かったよ。倉科は地元出身だし、もう少し条件さえ詰めれば問題なく契約成立ってとこでな。相変わらず仕事熱心だね、瀬戸さんは。今俺フリーライターをやってます、風俗系のね。俺の書く記事結構評判いいんですよ。そうか、風俗ライターか。お前がそんなことをしてたとはな。苦労してるんだな、お前も、例のあの一件以来。それじゃ俺もう行きますよ。久しぶりに瀬戸さんの顔も見れたし、俺が一緒にやると迷惑かけちゃうかもしれない。バカ、余計なこと気にすんな。それよりどうだ、時間があるならこれから一緒に例のルーキーの顔を見ていかないか。俺は暮らしなんか少し相談があるって言われて、これから会うとこうなんだが、それが終わったら久しぶりにいっぱいおごってやるよ。そりゃおごりならありがたいですけど、いいんですか俺が言っても。いいから誘ってるんだ、暮らしなにも遠慮はいらないぞ。あいつと俺には隠し事がない関係だ。それにお前だって少しは興味あるだろ、暮らしなはワイバーンズの期待の新人なわけだからな。じゃあついていきます。さすがにお前もあの頃ほどは食わないだろ、そろそろ遠慮覚えてもいい年だしな。ほう、高校生、わざわざ足を運んでいただいて。気にすんなって、契約が終わるまでは大事な交渉相手なんだ。入団したら新人として扱うけどな。それとこっちにいるのは品田達夫といって。すみません、倉科さん。先に僕に話をさせてもらっていいですか。どうした。何。おい、ちょっと待ってくれ、急にどうしたんだ。だってお前、ワイバーンズに入るのが楽しみだってずっとそう言ってただろ。もう決めたことなんです。俺を1位指名してくれたワイバーンズや瀬戸さんには本当申し訳ないんですけど。すみません、瀬戸さん。だが、それじゃこの先お前はどうすんだ。来年のドラフトまで浪人する気か。お答えできません。とにかくワイバーンズとはもう交渉しません。これそう決めたんです、失礼します。あれ、なんてことだ、信じられん。どうやら誰かが倉科を心変わりさせたってことみたいですね。だが倉科は地元のワイバーンズに入ることを自分から希望していたんだ。あいつはそれが夢だと言っていたんだぞ。瀬戸さん、これからどうする気。どうしようもねえよ、あいつはもう球団との交渉を打ち切ったんだ。ただのスカウトマンでしかない俺に何ができる。俺が初めて倉科を見つけたのは、あいつがまだ中学生のリーグにいた頃なんだ。この子は伸びるって一目で分かったよ。仕事柄本人と接触はできなかったが、俺は遠くからずっとその成長ぶりは見ていたんだ。その後ドラフトが終わってようやくあの子を前にいた時、俺は昔からずっと見守ってきたことを詳しく話して聞かせた。あの試合のピッチングが最高だった、あの時は惜しかったなってさ。そしたら随分感激してくれてたもんね。それが何だってこんなことに何があったって言うんだ。ミッドスクエア、はい。あ、いたぞ、倉科だ。ん？いかがわしい男。もう例の話は済んだんだな。もう大丈夫です。ワイバーンズとの交渉をちぎってきました。そうか、よしよし、よくやったな。あとは俺に任せておけば大丈夫だ。賢い選択をしたぞ、倉科。ワイバーンズみたいな貧乏球団じゃ先が知れてるからな。なんだあの男は。もしかしたらあいつが他球団のスカウトかな。もう少し追いかけてみるか。なんでしょう。あ？え？あんたらもしかしてさっき倉科を連れてた男の仲間？うん。あんたらどこの球団の関係者なんだ。ワイバーンズか倉科を奪うつもりなんだろう。あいつは自分の意思でワイバーンズを蹴ったんだ。よく言うよ、どうせ金をちらつかせて倉科をそそのかしたんだろ。それであいつを1年野球浪人させる間はいわゆる栄養費で面倒を見るってわけだ。来年のドラフトで倉科を獲得するために。
この手の裏金は前に随分社会問題になったんだけどな、まだ懲りずにやるやつがいるわけか。で、あんたはクラシアンにいくら積んだの？1000万円2000万じゃないよな。あいつはワイバーンズ入りが夢だったってんだから、よほど大金を積んで説得したんだろうね。もしかして奥とか行っちゃうのかな。だったら俺をクラシナに合わせろ。あいつには少し話があるんだ。それとももう少しこの俺と遊ぼうかい。あ、ごめんなさい、ちょっとマイクが今ちょっと揺れてる、申し訳ない。何何何？ん？え？悪いけど俺は倉科君と話があるんだ。少しの間二人にしてもらえない？何言ってんだてめえ、勝手なこと言ってんじゃねえぞ。いや、何の話か分かんない。え、あんたもどこかのスカウトマンなんだろ。ドラフトが終わったっていうのに後から裏金使って割り込んでくるなんて随分強引なんだよな。もうこんな人ほっといていきましょうよ。あ、またなんか出てきた。これ以上余計な首突っ込まんねえことだぜ。もう二度とクラシアの前には顔を出すと。別に痛いもんしたくねえだろ。あ、またバトル。はいはい。いや、山根さん待たせたな、クラシナ君。もう邪魔するやつはいないで、俺と二人でゆっくり話をしようじゃないの。いやだ、もう勘弁してください。なんか裏がありそうだな、この話。早っ、さすが若い高校生。すみません、謝る相手は俺じゃないだろ。お前が詫びを入れなきゃいけないのは瀬戸さんだ。別に俺は君が裏金を受け取ってよその球団に行くことをとやかく言いたいわけじゃない。君にとっては人生のかかった選択なんだしな。いくら積まれたのか知らないけど金に目がくらむ気持ちもわかる。それともこの手の裏取引は球界じゃ暗黙の了解だって言いたいか。ただそれでも通すべき筋ってもんがあるはずだ。君は瀬戸さんにワイバーンズに入るのが夢だってそう語ったんだろ。だったらその責任を取ってくれ。瀬戸さんに全部正直に打ち明けて、その上であの人に詫びを入れろ。瀬戸さんは君と一緒に夢を語ってくれた男なんだ。それくらいの筋は通してもいいだろう。悲しいなあ。お金がすぐに必要だったんだろうか。悔しいな。許してください瀬戸さん。俺ある球団から金を積まれて、それですっかり目がくらんだんです。来年のドラフトまでの間栄養費を受け取るって話もついてました。契約金もワイバーンズの倍はもらえるって。だから俺はワイバーンズに入れないんです。そうか、やっぱりそういうことだったのか。いや、もういいんだクラシナ、正直に言ってくれてありがとうな。お前がその道を選んだのならそれでいい。どこの球団に行ってもお前の実力ならきっと成功する。だから来年まで気を抜かずに練習は続けろよ。そしてプロでのお前の活躍をしっかり見せてくれ。お前にはそれができる。そこは波のルーキーとは違うんだからな。いいな、自信を持ってやっていくんだぞ。なんで瀬戸さん、なんでそんなに俺を気にかけてくれるんですか。そんなの決まってよだろ。俺がお前に夢を見ちまったからだよ。お前がまだ中学の頃からずっとな。いつかお前の投げる球がスタンドを埋める客を沸かせて熱狂させる日が来る。そのお前を俺は誰よりも早く最初に見つけたんだ。お前がワイバンドじゃなくたっていい。俺は一野球人としてお前の活躍を長年待ちわびていたんだ。あら、もういいですか瀬戸さん。だから斎藤佑樹投手とかもそんな感じあったのかな。高校卒業してすぐにプロにならなかったですよね、あの方も。栄養費っていうのをもらってたんでしょうかね、球団から。あら、前から思ってたけどさ、瀬戸さんやっぱり人を見る目は確かだね。分かってますよ。だから今日は飲みに行くの遠慮しておきます。瀬戸さんこれから忙しくなりますもんね。クラシの俺が優しくしてるのも今のうちだけだぞ。入団者は新人として ビシビシ行くからな。せっかくのただだけ断っちまったな。あ、ビクトリーロードのイベントか。ちょっと待って、あんたベロベロ酔っ払ってんじゃん。あ、もしかして水拳の達人とか。
バロー、こっちとはもっとレスラーを舐めてんじゃねえよ。あ、でも弱くない？ HP 低っ。せいや、もうちょっと鍛えてから来るんだな。もう俺はダメだな、ヒッカ。こんな変な、へちょいやつにまで負けちまったか。バロー、こう見えても俺は、あ、和紙の健一だぞ。昔はプロレス界の大型新人って言われてよ、めちゃくちゃ将来を期待されてたんだ俺は。それがデビュー早々相手の反則技で大怪我、再起不能で即引退。へぇ、シラフでこんな人生やっていけるわけねえだろうが。ああもうダメだな、一度落ちたらそれで終わりだわ。今の時代敗者復活なんてねえよ。お前もそのつらみに似たようなもんだろ。もうあがいたって何したって無駄。とっとと俺と一緒に人生諦めちまおうぜ。一度ダメになったかって戦う気力なくしてさ、酒浴びて他の人間までバカにして、あんたそれで偉くなったつもり？あんたみたいのは怪我してなくたってどうせ今と大して変わらない人生だよ。全部人のせいにして、あんた自分で何か努力でもしたことあんの？自分の人生変えてやろうってさ。あら、俺の本気を見せてやることにさ。あ、マジで？いや、そのうち戦うことになりそうねえ。マジでリベンジ来るやつやんな。ん？もしもし大丈夫ですか？あれ品田さんすか？編集部でバイトやってるひもじじゃない。あ、なんだ、取材か。違います、何の取材ですか？栄養ドリンク生活。え、金ないのは知ってるけど、そりゃそんなに決まってんじゃん。後悔先に立たず、ただいま痛感しております。せめて何か腹に入れないと。ちょっと待ってね、なんか食い物持ってくるから。そそいでした品田さんが取りかかってくれたのは何かの巡り合わせ。一つお願いが。こんなこともあろうかと虎の子の500円を取っておいたのです。もっと早く使えないので。こんななりでも心は認識、人の施しを受けような私のプライドは許しません。いえ、あれは今よりも根気を極めたガキの自分。金持ちの子がぎっくり面チョコの汁だけ取ってチョコを捨てても、あれを拾って食うことだけはしなかった。今人様の施しを受ければあの子の自分を裏切ることになる。注いだけはできません。無駄に熱いじゃないか。この500円で買えるなるべく高い名古屋名物を買ってきていただきたい。はい、これね、味噌カツ弁当みたいです。Mストアで買える。でも買ってきてるので、渡そうと思います。はい。で、これね、味噌カツ弁当。490円。こういうの生き返ったって言うんでしょうね。そんな気分です。それよかった。結構お前のオーダーに合うもの探したんだよ。どんな食い物でも完全ウェルカム状態で、これだけいいものを食べられるとは。おかげで最高の食事になりました。お、高純度プラチナ素材ですね。お、これで経験値2300。美味しいの。さて、じゃあちょっと追加された人物のね、おさらいからやっていこうと思います。まあ、謎の男、2本ぐらい前のね、動画で出てきた人ですが、品田の元を訪れ、15年前の野球賭博事件の真相を探るよう依頼した男。その報酬として2000万円もの大金を提示する。品田の過去を知っており、当時品田が打ったホームランボールを所持していた。その正体は謎のベールに包まれていると。私の予想ではね、まあ、声的にも第5かなと思ってるんですけれども。次、球界関係者、藤田さんですね。元、名古屋ワイバーンズ監督、15年前品田が野球賭博事件を起こした時の監督。事件後は騒動の責任を取って辞任、以来球界から長らく遠ざかっていたが、この度東京ギガンツの新監督として球界復帰することが発表され、波紋を呼んでいると。品田さんにとってはね、恩人のような人なんですよね。ということで、じゃあ今回は、あの時の真鍋さんの行動を調べる必要がありそうな。タクシーで真鍋さんの焼肉屋一等街に向かおうということで。ちょっとちょっと待って待って、品田さんのね、当時のチームメイトである真鍋さんですね。鍼灸院の宇野さんがね、携帯を取っただけで中身見たんちゃうやろなって切り散らかしたっていう、なんかとんでもなく怪しい人なんですけど、その人に会いに行くと。
やるしかないの。そうですね。ん？あ、また！あ、ちょ、ほら、車！気をつけろよ。もしかして真鍋の差し金とかではなさそうだ。どう？大丈夫か？ね、大丈夫？あ、なんとか。もう3回目やで。危うく死ぬとこだったぞ。あ、本当だよ。全くどうなってんだ。そういうのダメなんだよね。さあ、タクシーに乗っていきますか。焼肉一頭買い。あ、マップはない。お店入れと。はい、こんにちは。あ、いいお店じゃん。マナブさん、誰だったかな。勝手に調理場に入られると困るんだがね。覚えてませんか。そうっすよね。たった一日一軍にいただけの選手のことなんて覚えてませんよね。あんた品だけ。思い出してもらえて光栄です。身なりが変わってまって気ぃつかんかっただけだわ。あんたのことは忘れたくても忘れられんがね。そりゃどういう意味の忘れられないだ。バッターとしての品だが忘れられないっていう意味じゃねえよな。うん、あんたは品田の連れだ。もうほぼ相棒みたいなもんですよな、高杉さん。真鍋さん、仕事中申し訳ないんですが、ちょっと聞きたいことがあって。何の用だ。できることならあんたの面なんて見たねえわ。あ、そうなるよな。おいおい、15年ぶりに訪ねてきた後輩に対してあんまりじゃねえのか。それともこいつに嗅ぎ回られたくないことでもあるのか。うん、例えばそう、野球賭博のこと。携帯に何があったんですか。携帯の中に何のデータが。あ、これ以上その言葉を口にするな。お前、商売道具を人を切る道具に使っていいのか。あからさまな脅しだな。ねえ、これじゃ疑ってくださいって言ってるようなもんじゃねえか。宇野に聞いてきたんか。ええ、聞きてあごというのは15年目のことか。はい、でももちろん俺は野球賭博があったなんて思ってない。実際俺はサイン等なんてしてなかったわけですから。ほんなら何が聞きたい。確認しておきたいんです。当時ワイバーンズの中心選手だったあなたの口から野球賭博はなかったと聞きたい。それだけです。話したるわ。だでこれ以上その件について探ろうとするな。いいか、野球賭博はあった。誰からの指示かわからん。だが勝敗を操作するためにサイン等や八百長の指示が携帯に入ってきとったのは確かだわ。その指示に逆らった選手はなぜか数ヶ月以内に球団を去ってった。だで俺たちは野球選手であり続けるためにその指示に従い続けた、ということだわ。そんな、でもずっと球団にいたけど俺はそんな事実一度も。さん見たまたの選手、あんたは一軍にたった一日おっただけだ、不正行為の指示を受け取ったのは一軍のレギュラー陣だでな。来なかったんやろな、その情報。こんなにもあっさり認めるとは驚きたいな。肉も野球も同じなんだわ。客に出される肉はよ、こういった食べれえ線筋を裏方が必死になって取ってまって手間暇かけて綺麗になった一部分を表に出すんだ。野球にだって表には出せえへん部分があるってことだわ。出す必要もねえ。
観客の誰もそれを見ることを望んどらへんわ。だでよ、知らんで済むことなら知らんでおった方が楽なんだよ。海は肉食うのに悲鳴上げて殺されていく牛の姿なんて想像したねえだろう。知らんでええんだよ、裏で何があったかなんて。知らん方がいい。俺にとって野球は全てだった。ここまで知ってしまって、はい、そうですかなんて言えると思いますか。真鍋さん、あんたはもう野球界離れてる。当時の野球賭博のことを公にしても時効で罪に問われないはずだ。その黒幕は誰だったのか突き止めようと思わなかったのか。思わんこともなかったが、危険を犯してまで突き止めようとは思わんかったわ。危険？実際ワイバーンズから他球団にトレードされた選手の一人がそのことを暴露しようとしたんだ。へえ。八百長に耐えきれんかったんだろう。だがな、そいつは不慮の事故で死んでまった。事故？事故？だで、俺以上探るのはやめろ。品田さんも今日3回事故に追いかけてるけど、俺もあんた同じやつなんじゃないの。マジで命が危なくなるぞ。命奪ったの。もはや危険な目にあっとるんじゃないか。もう身に覚えぐらいあるだろう。あります。そういえば、そう、3回も。まさかさっきの。もうキャーリ、キャーっていつもの生活に戻れ。最後に一つ聞かせてください。なんで15年間隠し通していたことを教えてくれたんすか。危険だということは承知していたはずなのに、どうして。結果的にお前が追放されたことをきっかけに野球賭博がなくなったのも事実だ。だってお前には知る権利がある。そう思っただけだ。俺が追放されて野球賭博が終わった。何なんだよそれ。警察とかも入ったんでしょ。さっきの質問が最後だと言ったろ。あとは自分で考えろ。そしたらわかるはずだ。これ以上首を突っ込むことがどんだけどえらいことなのか。店長、今日やっとらんの。普通のお客さんか。おお、今開けるとこだで。どうぞ。やっぱり宇野さんの話は本当だったんだ。一旦鍼灸院に戻って宇野さんに伝えよう。ねえ、私さ、思うんだけど、宇野さん殺されたりとかしてない？いや、不安になってきたよ。お前は知りすぎたみたいなさ。っていうか、思い出してほしくないことを思い出しちゃったみたいな。でさ、記憶をどんどん思い出させないために口塞ぐみたいな。もう舞台が夜になってるし、なんか嫌な予感がするんですけど、すごく。お兄さん、ちょっとだけだって。さっきの子、可愛かったな。あ、よかった。そうか。やはり野球賭博は行われていたのか。一体誰が仕組んだんだ。八百長を仕組む必要のある人間。答えは簡単だ。うちの長男でも分かる。やっぱヤクザ側の人間やろ。野球賭博を仕切ってたヤクザ、うん、おお、ついに息子に追いついたか。小6だけどよ。だけど結果的にそのヤクザも俺のせいで賭博の利権を奪われた。やっぱり渡航した人間なんて思い浮かばないよ。ヤクザが利権を奪われ名古屋を撤退して喜ぶ人間、地元の敵ぐらいか。いや、東条会と近江が去った直後に名古屋組が誕生して今に至ってるんだ。え、じゃあ名古屋組か。この土地で極道不在だった時間はゼロに近い。渡航した人間。そうか。
得してるじゃん。名古屋組よ。誰がだよ。名古屋組だよ、ね、確かに東条会と近江、東西の大勢力が仕切ってた土地をタダで手にできるほどうまい話はね。まさか15年前のホームラン、あの一連の騒動は名古屋組を設立するために仕組まれたもんだったってのか。野球賭博を利用して東条会と近江連合を名古屋から追い出す、そのための参党疑惑、そしてあのホームラン。それが真相だとしたらこれほどヤバいことはねえ。品田、悪いことは言わねえ、もう手を引くんだ。名古屋組か。高杉さん、俺は相手が誰であろうともう引きたくない。俺を名古屋組の組長と繋いでください。やめとけ。真鍋の言ってた通り、これ以上は首を突っ込むことはやめるんだ。なんで？高杉さん、名古屋組と繋がってるんでしょ？組長を紹介してくださいよ。そうすれば報酬がもらえるし、借金だって。俺は別に、お前の指を落としてもいいだけだ。高杉さん、俺はもう指なんか惜しくない。だけど、自分の身に何が起きたか知りたいんだ。すまん、俺は名古屋組とつながっちゃいないし。本当に会ったこともない。嘘っぽいな。え、1年前にこの町に来てな、誰も見たこともねえくせに誰もが知る名前、その名古屋組の名前を使えばみんな震え上がるって知って、脅し文句に。あ、そうなの。こおっさんさ、実際のとこ名古屋組って組織は組長も構成員もわからねえ、謎だらけの組織なんだよ。俺もよく知らねえんだ。じゃああんたなんかにビビることなかったってわけか。とんだほら吹きだな。なんだとこら、憎みじゃねえよ。いや、顔はねこわもてですから。ケツ持ちのいねえ金貸しなんだ、怖くねえよ。殴ってみろよ、訴えてやる。こんなとこで喧嘩しても意味ないよ。喧嘩はやめて。とにかくこれではっきりしたんだ。もし名古屋組の組長ってやつから話を聞き出せれば2000万円の依頼は完了。高杉さんに借金は返せるし、俺は自分を利用した人間を知れる。だからその名古屋組ってのも、そこの組長ってのも実在するかどうかもわからないんだぞ。でもそれ以外道はない。でもどうやって探すんだよ。ん、匂わないか。ん、ガス漏れてんぞ、窓開けろ窓。あ、じゃあなんかいるよ。誰だ。あ、ちょっと火つけんじゃない、これ。ちょっと逃げろ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 。あ、チーズ。はい、追っかける。おー、ちょちょちょ、邪魔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 、人が邪魔だよ。あ、ちょ、ほら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 、あ、ちょちょちょ、なかなか追いつかんな。ほら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 、いてー、はい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 。ちょっと待って、一気に速くなったぞ。ちょ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 、ちょ待って、速くないじゃん。
どういうつもりだ。いや、その私はただ、ん、なんでこんなことを。すいません、実は。危ない、来たぞ。え、あ、ちょっと待って。あっ、危ない。あー、ちょ、追っかけた男の人が犠牲になったやん、これひどい。これひでえ事故だな。事故じゃない。え、あそこの屋上に人影が見えた。屋上って何も見えねえぞ。どんな視力してんだ。さすが野球選手やな。元視力は 2.0、 動体視力にも自信があるけど、まさか。どんなやつだったんだよ。なんでこんなところに。知った顔だったのか。誰なんだ。ワイ・バーンズでチームメイトだった酒井さん。酒井、どうしてお前が。どんどんなんかチームメイト出てくるね、昔の。酒井さん、あんたが殺したのか。答えろよ、酒井。ここじゃ人目につくでよ。中入るめ。酒井さん、説明してくれ。どういうことなんだ。元気にやっとらせるな、品田、宇野さんも。勝手だいうことは分かっとるけど、品田、みんなをよ、俺をよ、許してちょ。許してちょ。そんなもん持って許してほしいってどういうつもりですか。品田、スラッガーにとって一番美しいプレーは何か知っとるか。犠牲フライだがや。チームのために犠牲になる。自分が塁に出ることは絶対ねえが、誰よりもチームに貢献しとる。品田、お前のことは絶対忘れせん。許したってちょう。え、ね、バトルか。後悔してももう遅いでよ。もう遅いでよ、酒井敦志。おりゃどーん。なんか道具ないかな。道具、あ、ちょっと横。三角。ほら、それでさ、倒れるからさ、それでポコポコ殴ればいけるんすわ。ほら、せいや。酒井さん、頼むから話してほしい。どうしてこんな真似を。たまたまあの時よ、おめえが一軍に昇格してきたことでよ、一軍の中でおめえだけが事情を知らせんちゅう都合のいい状況が生まれてまってよ。俺はな、死なだ。ワイバーンズの一軍の先生に腐り切ってたよな。おめえには悪いことしたと思っとるが、おめえを犠牲にしてまったことを全然後悔しとらせん。犠牲。おう、
おめえは名古屋のために犠牲になってまったんだわ。名古屋の犠牲って、いや名古屋組でしょ。どういう意味なんだよ。東条会と近江を追い出して。はっきり言ってくれ酒井さん。名古屋組を作るために。あ、ちょっと待って、え、酒井さん、酒井さん、おい、ダメだ、死んでる。俺が名古屋の犠牲になったってどういうことなんだ。はい、ということで、じゃあこれで第2章終わりかな。じゃあ次回から3章やっていこうと思います。お疲れ様でした。